中国と甘粛省における船局圏の一船局土石流災害とは中国甘粛省天みの道ッ途続日州船局圏で2010年8月8日に起きた土石流の災害を指す8月17日段階では1270人が亡くなり474名が行方不明である災害は県の中心地である上寒鎮で起こった 前日の8月7日22時頃、この付近では40分にわたり非常に激しい豪雨があり、上寒鎮の北側の山から上寒鎮の中を通って白流港へと流れる小川の上流では地盤が緩み土砂崩れが起こり、川がせき止められて大量の水が溜まった。8月8日0時頃、この天然ダムが崩壊して180万立方メートルほどの土石流が一気に 上管地の中に流れ込み、建物の5階にまで達するほどの泥が300以上の家屋やアパートを埋め、多数の犠牲者や行方不明者を出した。土石流の長さは5キロメートル、幅は3 0 0メートルほどで、泥の厚さは平均で5メートルほどとなっている。この土石流によりさらに水がせき止められ、上管地の多くの地域が浸水する二次災害も起こっている。 この災害に対し、8月15日までに、世界各国の政府から、中国政府に対し哀悼や慰問が寄せられたほか、チベット亡命政府からも哀悼のメッセージが寄せられている。四川王自身の際の全国哀悼日に続き、2010年8月16日に全国哀悼日が行われ、公共の娯楽や上海万博のイベントなども中止となった。被災地は、 都市部に比べて貧しい上に、チベット人が多数住む地域であり、政治的な不安定さを抱えている。現地では、救急活動を優先とするため交通管制が敷かれ、ボランティアなどの現地立ち入りも規制されている。また、外国のメディアの記者の現地取材も規制され、中国国内においても、否定的な内容の報道が出るのを防ぐため、中国国内メディアの現地取材も規制され、 当局が発表した内容を使用するよう指導している。ありがとうございます。